はい、どうも。今日はね、今ね、山陽小野田っていう場所にいるんですけど、そこにある、くぐり岩っていう場所に行ってみようと思います。くぐり岩。まあいろいろありますけどね。干潮時でないといけないみたいです。満潮の時はいけないってことですね。で、今、干潮か満潮かちょっとわかんないです。干潮を祈って、行ってみましょう。はい、ということで、元山岬公園くぐり岩、これ目指していきます。元山岬神社だ。くぐり岩ってのはこんな感じになってるみたいです。潮が引いてる時に行かれます。これはちょっと難しいかもしれないな。どうだ。あ、いけるいける。今干潮だ。引いてるね。岩が これかな。くぐり岩だ。ここですね。ちょうどトンネルみたいになってる。3つあんのかな。トンネルが3つある。ちょっと行こうか。もう一度撮ってみます。こうなってる。ちょっと細いところ。
うわすげえ、何虫がすげえ。ただちょっとあれですね、ここ誰もいないっていう、何人かいるんかなと思ったけど誰一人いないっていう、ちょっとね残念ですけど、いい場所なのに。船が行けるんだね、干潮の時は行けるんだ。綺麗な、くぐり岩も、くぐり岩のこの岩もでかい。はい、ということでくぐり岩の裏側です。まああの干潮か満潮かちょっと分かんなかったんで、ちょっと行けるかどうか不安だったんですけど、見事干潮で来れてよかったです。はい、でもいいとこですね。人がちょっといないのはちょっと、残念ですね。